ジフシュリベットは、フランス、イルド・フランス地域圏、エソンヌ県のコミューン。エソンヌ県北西部に位置し、コミューン全体が、パリ都市圏に含まれる。かつてのウルポワ地方に属する。コミューン内をイベット側が、東西に横切る。ジフとは、ガリア語で農場を意味する、エデファシアから派生したとする、議論の余地のある語源を持つ。川の名イベットとは、水を意味する泡と、 チッポケナを意味するアイチオスから来ている。1932年、コミューン名にイベットの名が付け加えられた。ムーロン国には新石器時代から人が定住していたと住居跡から証明されている。また、紀元前6世紀頃のケルト人の村跡もある。ローマ帝国による征服後、この定住地はルテキアアウトリクムカンを走るローマ街道の途上にあった。 7世紀からジフで建設された教会が完成したのは9世紀であった。12世紀には、ベネディクト会の二層たちが運営した10ヘクタールに、及ぶバルドジフ修道院の存在に触れられている。100年戦争時代、修道院と荘園は破壊された。17世紀、ジャンセニズムに共鳴した、修道院は、廃れることになり、荘園は分割された。パリのブルジョワが、 ベルビル城を建てた。1791年1月、革命政府によって修道院は廃止され、ベルサイユのブルジョアに売却された。修道院建物は建設用資材として転売された。19世紀のジフは谷で1号を、平野で穀物を栽培する農村のままであった。1867年8月、総線が開通し、ジフに駅ができた。 第二次世界大戦の勝利後、1946年にフランス国立科学研究センターの施設、フィトトロンが1947年にフランス原子力庁の施設ができた。フェルナンデジェは古いギャンゲットであるグロ、ティウールを購入し、アトリエに変え、移住した。同じ時期、ウィンザー公爵夫妻もムーランデュ・チュイルリーに暮らしていた。 1960年代から1970年代に、かけ、ジフシュルイベットは人口増を経験した。自治体が大規模集合住宅建設に着手したためである。1972年、旧フェルナンレジペイにて、ヘンリー・キッシンジャーとレ、ゥクトが外交交渉を行った。1976年、 ムーロン地区にグランゼコールの一つ、エコールシュペリュールディレクトリシテが開校した。ジェンタイル s u r l e s i t e h a b i t A ・ n t s f r カンサルトル02-04-2009ルポルタージュジュジャーナルテラバイズジュ17-1961プロゼンティントルファイトトロンデジー・イフ・シュールイベット・シュールルサイトデールイナカンサルトル25-10 2009ルポルタージュリートラセントレコーズでパリシュールルサイトデール、イナカンサルトル25 10 2009ありがとうございます